どうも皆さんこんにちは、江戸セポネです、今回は前回に引き続き全国24条すべての条の特徴をお話ししていきます、今回は2条目ということで埼玉にある戸田協定条の特徴を2つご紹介します。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も条の特徴をお話しする前に、皆さんにお願いがあります。戸田協定に詳しい方はぜひこの動画で僕が紹介していないまたはし忘れた情報をコメント欄に書いていってください。さすがに僕も全国24条詳しいわけではないので皆さんからのお力添えをぜひいただきたいと考えています。またボートレース初心者の方はぜひこの動画のコメント欄を見ていってください。僕らのチャンネルの視聴者は本当にすごいクロートの方たちに見ていただいているので、いろんなね有益な情報が詰まっています。なのでぜひコメント欄をチェックしてください。はい、それでは前置きはこれまでにして、戸田協定の特徴を2つご紹介します。まず1つ目、院が全国24条の中でもトップクラスに弱く、逆にダッシュがトップクラスに強いです。で、戸田協定上の特徴を2つご紹介すると言いましたけど、正直これがほぼメインのお話になります。戸田協定上の印が弱くてダッシュが特に、4コース5コースが超絶強い理由はいくつか理由がありますが、その理由の一つとしてはまず日本一狭い協定上ということですね。そして客席から1マークの距離がめちゃめちゃ狭いことにあります。でこうなると1コースからスタートすると、斜めに走らないといけない上にすごい角度で1マークに進入しなくちゃいけないんですよね。でこれかなり上手い選手でないと1コースは難しいというのと、あとダッシュ勢はまっすぐに1マークを目指すことができる上に1マーク到達時点で、手先をターン方向に向けているので、ダッシュ勢がすごく曲がりやすくなってるんですよ。で狭いがゆえにスタート直後の1マークはかなりボートが密集します。なのでいかにこのターンを誰が一番乗りで回れるかっていうのがものすごい重要になってくるんですよね。もちろん差しが決まるシーンも多々ありますが、この戸田協定ではスタートが早くまくりが上手い選手が有利になる傾向があります。ただインが弱いからといってじゃあ1買わない方がいいのかなといったら、そうでもないんですよ。なんやかんやね、ボートレースっていうのはインコースが有利なスポーツですから、1はもちろん強い傾向にあります。なので一概にインは買うなとも言えないんですよ。なのでちょっとオカルト的な考えになるんですけど、その日の戸田協定の出目とか、コース別の刺さり具合とかを見て1頭を買うかどうかっていうのを判断していった方がいいかもしれません。ただデータとしては1、2を争うぐらいインが逃げれない条っていうのは間違いないです。そして2つ目の特徴ですね、というかこれもはや特徴というか補足程度の情報なんですけど、モーターの交換は7月となるので、8月9月のモーター連帯率のデータは、参考程度に見た方がいいかもしれませんということです。はい、それでは船券予想する際のキーポイントのおさらいです。インコースはよっぽど上手い選手でない限り角の期待は禁物。スタートタイミングが節間通していい人を船券に絡める。ダッシュ勢を1着で購入するのは、番組によっては全然ありです。差しではなくまくり重視、まくりが上手い人を船券に絡めるっていうことですね。ちなみにどの選手がまくりが上手いまたは差しをする傾向にあるかっていうのを調べたい人は、以前僕らが出した動画で選手特徴を知るために〇〇を使えという動画で詳しく説明していますので、まだ見ていないっていう方はリンクを概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてください。はい、今回はここまでとなりますが、他にもどんな戸田協定の特徴がありますかね。ホームプール戸田の皆さん、ぜひコメント欄で教えてください。それでは次回3番目の協定上江戸川でお会いしましょう。 See you next time。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。